自分の軸の優先順位をどうつけていくべきか。軸が2週間ごとに変わるとかってめちゃめちゃ逆にいいんじゃないかなって、ぶっちゃけ大手がいいんですよ。はい、現時点での優先順位としては、どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回は就活生の相談にビジネスのスペシャリストのプロの方が真摯にお答えするという企画になっております。ということで今回も実際の就活生と大人の3名の方に来ていただきまして、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ豊丸さんから自己紹介お願いします。はい、豊丸と申します。サントリーでサラリーマンやりながらワーポー芸人として活動しております。よろしくお願いします。みんな待っています。編集者やりながらサウナ入ったりしてます。よろしくお願いします。はい、セルブリックスに参っています。企業の営業を支援しています。最近本出しました。お願いします。一橋大学社会福部3年生の大塚紀穂と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ちなみに今の就活の状況を簡単にお伺いしてもいいですか。この夏はメーカーを中心に30社ほどエントリーシートを出しました。実際に参加したのは10社ほど で今の段階としては秋冬のインターンに向けてエントリーをし始めていたりだとか、座談会などのイベントに出席をすることで社風を理解していけたらなと思っております。なんか名だたる企業ですよね。一旦インターンほとんど受かったんですか。いや、もちろん落ちたのもあるんですけど、結構大手というところが多いかなというふうに感じています。なんか困ってるところなさそうな感じがあるんですけど、今日の悩み早速聞きしてもいいですか。自分の軸の優先順位をどうつけていくべきかというのに悩んでいます。今現状の優先順位とかってあるんですか。現時点での優先順位としては、まず1番目がグローバルっていうのがまずあります。2つ目としては社風、結構自分にとって重要だなというふうに感じていて、どういう社風がいいのかっていうのを重視していきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。これはもう難しいですね。なかなか結論自分で決めるしかないとは思うんですけど皆さんはどのように見つけていったか、それはなんか実際の経験とかによるとは思うんですけども、今井さんいかがですか。アドバイスをするという観点でいくなら、職能とかスキルというものが最初に選んだ会社でどういったものが身につくかっていった観点と、社風っていうところのなんかミックスなのかなっていうのが聞いてて私は思いました。皆さんいかがですか。軸が2週間ごとに変わるとかってめちゃめちゃ逆にいいんじゃないかなと思って、多分今自分はどういう価値観で生きていくべきか働くべきか毎日悩んでるから、あらゆる本とかあった人に非常に影響を受けるわけじゃないですか。で、右に触れたり左に触れたり、それはでもできるだけいろんな価値観を包括できる人になるために、こう右に触れたり左に触れたりするのは超いい機会だと思います。そこは別にいいんじゃないかなと思ってて、なんか優秀だから悩んでんだなっていう、要は選択肢がめちゃめちゃあるから、いや本当そうだから素晴らしい贅沢な悩みで、普通はさ、ここしか行くとこがないみたいな、俺とかもそうだったから、何を選ぶかってさ、やっぱ自分がいろんな先輩の話聞いたり調べたりして、ここに働いた自分を妄想した時にめちゃめちゃなんかワクワクするかどうかかなっていう、やっぱ俺編集者とかプロデューサーはなりたいと思ってたし、なったらこうやって働いてこうなりたいなとかっていう、やっぱ妄想がどんどん膨らんだ、結構現実的に私今考えてたところがあったので、妄想するというか、現実的でいいんだよ。普通に会社行ってこういう風な特集組んでとか想像するとワクワクしちゃう。ちなみにその現実的ってどこなんですか。やっぱりメーカーなのかなって、これまで参加したインターンなどを思い浮かべて考えてました。じゃあメーカーの豊丸さんどうですか。じゃあメーカーは何なんですか。一番最初にメーカーがいいなって思った理由は、イギリス人と話してても日本のってすごいよねみたいに言われることが多くて、私はそれがすごく嬉しくて、日本人としてやっぱり技術があるのってすごい誇らしいなって思ったんですね。で、その技術をイギリスをはじめとする世界に広めるのってすごい素敵なことだなって思って、最初はメーカーを考えてました。まず自分が一番やってて楽しい瞬間とかワクワクする瞬間は何だろうなっていうのを突き詰めて考えてみて、それができることを会社でやればいい。ただ僕飲料メーカーに入って飲料を扱うと思ったりサプリメント扱ってるんですよ。そんな感じで広告会社入っても毎日経理でエクセルとにらめっこみたいな仕事するかもしれないですし、車の買いメーカー入って海外で車を売ってすると仕事すると思ったら、人事してこの旬ダイエット動画作れるかもしれないですよ。
なんで自分が属する組織が全体として何をしているかっていう話と、ミクロで自分という人間一人が何をするかっていう話は分けて考えた方がいいと思っていて、それがちょっと混ざってるんです。このグローバルっていう話に関しても、今の車のメーカーの話は、どっちかというとその海外に対して商売をしているかどうかの話なんですけど、海外で商売をしている車メーカーに入っても、日本で自立するかもしれないじゃないですか。で、このグローバルって、どっちかというと、海外駐在がある会社に行きたいっていうふうに言い換えられるんですね。ミクロとマクロ多分切り分けて考えた方がいいと思うんです。で、その前提で、これ言ったら元も子がないんですけど、もう縁と運で会社入って、もう置かれたところで咲くしかないと思います、僕は。だけど皆さんも正解にしていくしかないとおっしゃってましたけど、うん、もう僕は未来が過去を作るっていう言葉がすごい好きなんですけど、もうこの会社はもう何やかんやで入っちゃったけど、もうそれがこの後の自分の人生正解になるようにしていくしかないって言うんですよ。自分の選んだ選択を後からもう後付けでどんどん正解にしていくようにするしかないと思います、うん、もう元も子もないんですよ。もう一個でいいですか。もう一個多分本音ベースの軸が合うんじゃないかなって気がして、ぶっちゃけ大手がいいと思うんですよ。はい。で、ぶっちゃけそこそこの練習が欲しいと思ってると思うんですよ。ぶっちゃけ。で、本当にそれこそ SDGs がすごい共感するってなったら、NPO とか選択肢入ってくると思うんですよ。それがないところは、本音の自分の価値観が合ったはずなんで、そこぶっちゃけ何っていうのをもう一回突き詰めて考えていったらいいんじゃないかなという気がします。富山根さんのぶっちゃけは何だったんですか？これはもう完全に直感なんですよ。メーカーサンプルしか動いてなくて。もともとは水と生きるとやってみやはるっていう2つの言葉がええやんと思っただけなんですけど、それが進んでいく中でなんか人事のことか大きいのかとかあってたら、なんかすごいいい人多いなと思って、これしようと思って実際入ったらめっちゃいい人だった。いい人多いっすよね。いや、いい人多いっすよ、本当さんの時に優秀な人多いな。いい人多いっすよ。なんか直感が大事って、やっぱ直感に頼ると合ってるとか選ぶんだと思うんだよね、自分に。それをさ、文字面とか話ばっかでやっちゃうとミスるかもしれないけど、やっぱ本当ぶっちゃけの金欲しいとか、うん、そういうのも大事だから、うん、そこを含めてプラスなんとなく空気感があるとかっていう感が大事、自分っぽさ、濃いところって大事でしょ。わかりますもんね、この人のどこどこっぽい。わかる、サイバーエージェントのやつ全員わかる。わかるわ。サイバーエージェントと DNA 分けてくださいクイズあったら大体当てる。ということで、軸の優先順位の解決策としては、もうちょっと本音を深掘ってみる、自分と向き合うっていうところが一つの施策としてはありなのかもしれないですね。で、あと実際に働いてワクワクするような妄想をやるっていうのがいいのかなと思いました。このご時世で社風が分かりにくい。確かに厳しいけど、みんな条件同じだから、その中で最善を尽くすしかないの。すごい面白いなと思ったのは、自分がちょっと悩みすぎてるなって感じる部分も多くて、旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。